はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、幼稚園4月号です。なぜこの成人男性の私が幼稚園を買ったかというと、これですよ。キューレット、キューレンジャーのオープニングにも登場するキュー玉が出てくるルーレットですけど、実はこのキューレットは超重要な役割があって、テレビくんの4月号にちらっと載ってたんですが、出動する5人を選ぶ抽選マシン、回すとキュー玉が出てくると書いてありますから、小籠包がこれを回して戦うキューレンジャーを決めると、なんというゆるい決定の仕方。司令官キャラっていうとトリンとかドギーとかものすごい人格者が多かったので、小籠包のゆるい司令官ぶりはちょっと新鮮ですよね。というわけで今回は幼稚園4月号に付属するこのキューレンジャーガラポン、こちらを作っていきたいと思います。本紙の価格は890円で、あ、テレビくんに付属してたガンバライジングカードも付くんですね。しかもぶっ飛ばソウルレベル99来てるし、これ小学館なので、そうですね、テレビくん関連と同じですね。しかも中にはキューレットを使ったスゴロクがあったりとか、他にもキューレンジャー情報とかいろんなアニメの情報がたくさん載っております。はい、付録のガンバライジングカードはやっぱり同じものが入ってて、ぶっ飛ばソウル、これめっちゃいいですね。仮面ライダーエグゼイド、マキシマムゲーマー、がっつりネタバレが来ておりますが、テレビくんのものと比べるとよりスペックが高いですし、属性が違いますからそれぞれ使い分けができますね。星4でライダーパワーは4500。ではキューレットを作っていきましょう。ちゃんとキュー玉の代わりのカプセルなんかもついてますね。これは助かる。
キューレットが完成しました。このアイテムは長く使えそうなので、かなり丁寧に作って補強テープを貼りまくりましたので、完成まで40分ほどかかりました。いつも以上に結構時間かかっちゃいましたね。なんですが、この完成度、ちなみに高さ的にはテレビくんサイズ、これくらいのボリュームがあって、大きさとしては十分ですし、テレビ本編のキューレットの形をうまく小型化してますね。ぐるりと見回すとこうで、さらにここはくるくると回りますし、非常にスムーズ。回転と連動して、ここの出口部分もちゃんと開閉するんですよね。しかもカプセルもちゃんと9色のカラーに分かれてて、ゴールドとかシルバーまでちゃんと色分けされつつ、中にはキューレンジャーの絵柄も入っておりますので、まあ、でもカプセルのカラー的に出てきた瞬間に分かりますよね。それでは、ここからじゃんじゃんカプセルを投入して、ちゃんとうまく動作しますでしょうか。はい、これで OK。 こんな感じでガラガラ言いますね。ではいよいよ回しますよ。ラッキーキュータマ運試し。ガラガラとこちら側に矢印がありますから、向かって右側に回転すると、お、出ない。あ、出た。まずはハミー、カメレオングリーンが来て、あと4人出動できますから。2人目、おお、ちゃんと、あ、2個出てきた。サソリオレンジとワシピンク。あと2人。これ、おーっと、2個出た。あ、なんか3個出た。やばいやばい。ゴールドは戻して、はい、これで、狼ブルーとヘビ使いシルバーが出ましたから、今回はこの5人で出動。ただ、この5人だと合体できませんよね、ロボが。よく出てくるな、綺麗に。出口部分がパカッと開いて、こう出てくるのがすごい綺麗。ガラガラと中でミックスして、1回目、ポロッと、はい、レッド。ブラック。グリーン。ピンク。イエロー。楽しいんだけど、これ。永遠に遊べる。ちなみに、さすがに9玉は入りませんね。1個ずつ出てきてほしい。お、ここで1回止めるのがいいのかな?ほら。真正面で止める感じ。おー。おー。バッチリ。9個これ全部出ますね。1個ずつ。おー。あと1個。はい、オッケー。ちなみに本編のものと比べると、形とかシルバーの持ち手部分とか、かなりいい感じに再現されていると思います。こっちは出口部分がすごい大きくて、9玉対応サイズになってますね。このキューレットで合体するボイジャーを決定しましょう。ボクチンが回すよ。まずは、ベースとなる獅子ボイジャーはいりますから、これは抜いてあります。他の4人、1人目、ぐるぐると回して、はい、ワシピンク。ということは、ワシボイジャー。さらに、オレンジ、サソリボイジャー。そして、あと2人、誰が出るかな?お!おうしーボイジャー。さらに、ラスト。お、青が出そうで、あ、来た!狼ボイジャー。ということで、Say the Docking! おうしー、狼、そして、サソリはこうでしたっけ?こう来て、サソリボイジャー。さらに、ワシボイジャー、ぐるっと変形して、ドッキング。はい、キューレットで決定したキューレン王が完成しました。こういう風に遊ぶこともできますし、本編でもこんな感じで使うボイジャーとかを決定したりするんでしょうか。とりあえずこういう遊び方がしたかったんですけど、思い通りにちゃんと動作してくれて、本編では9玉が出てきますけど、さすがにそういう仕様のデラックス玩具は出なさそうな感じなので、こういう形で早くも立体化はめちゃくちゃ嬉しいですね。
はい、ということで幼稚園4月号の付録のキューレンジャーガラポンことキューレットを作ってボイジャー合体とかで遊びました。今回はかなりしっかりテープで補強しましたので割とガシガシ遊んでも全然大丈夫ですし、カプセルも色が分かりやすいものが9種類ついてますから、デラックス版が出ない限りは1年間遊びますよね。幼稚園4月号自体も3月1日発売ですから、まだ全然本屋さんにあると思いますので、個人的にはこれかなり気に入りました。ボイジャー系たくさん持ってる人にはものすごいいいアイテムですね。以上、幼稚園4月号の付録のキューレンジャーのキューレットの紹介でした。